皆さんこんにちは、社長の山北です。今日は JTB がこれから始めるイノベーション創発プロジェクトネクステンダーの詳細とこのプロジェクトに対する思いを皆様にお伝えしたいと思います。ネクステンダーは JTB グループで働くすべての社員と社会のさまざまな競争パートナーが共に取り組むイノベーション創発プロジェクトです。JTB の領域を拡張し、次の時代へとつなげていくといった誓いを込めてこの名前を付けました。JTB はこれまでもイノベーションを起こしたい社員を支援する仕組みを整えてきました。これらの既存活動に加えて、事業開発から会社設立を目指す新プログラム、ベンチャービルダーを始動させます。さらに学習機会の提供や社内外のネットワーク作りのサポートを行うことで、今後のイノベーション創発を加速させていきます。これまでと同じことを続けていては新しい価値を生み出すことはできません。だからこそ現状の枠組みにとらわれない発想で自分のやりたいことに挑んでみてほしい。広がる経済格差、激化する気候変動、加速する少子高齢化、こういった問題に対して私たちが持つリソースや知見を使ってできることは実はたくさんあります。社会が急速な変化を迎えている今、 JTB の可能性はさらに広がっているのです。イノベーションとは先進技術や科学実験の中だけで発生するわけではなく、思いがけない何かと何かが結びついた瞬間にも生まれるものです。私たちの中核事業であるツーリズムは、世界にある無数の点をつなぎ合わせて新たな出会いを生み出す仕事。イノベーションを起こすために必要な考え方やリソースは我々 JTB 社員の中にすでにあるのです。本気で世界や会社を変えたい、自分のアイデアで勝負したい、起業家や社長になりたいという夢を持つ社員に対して、ナレッジ、外部機関とのコネクション、開発資金の提供を惜しみなく行っていく予定です。いきなり自分で何かを始める前に、まずはきちんと知識をつけたい、革新的なアイデアはまだなくとも自分のスキルを生かしてみたい、そう考えている社員の方は、サポーターという形でぜひとも力を貸してください。創立111年の今、会社一丸となって新たな JTB を作る時が来ています。一緒に頑張っていきましょう。